日産、サニー、サニー、サニーは、日産自動車が1966年から2004年まで、製造、販売していた自動車、大衆車。本項目では、サニーシリーズの基本型となるセダンを中心に記述する。また、この項目では、以下のモデルについても便宜上記述する。なお、2010年より中国を皮切りに発売されている、新型サニー。 日本名、ラティオ、二代目、米国名、バーサセダン、二代目、タイ国名、アルメイラは、マーチなどと同じ V プラットフォームを使用した、主に新興国向けの海外船売4ドアセダンである。シムケチによって名称が異なるが、形式が B17 であることから、B15 以前からのサニーの正式な後継者といえる、B15 以前の時代もシムケチによって名称が、 異なっていた点は変わりない。1960年代初頭、日産では、ダット3110、210型系の堅調な人気を反映し、その後継となる 1000cc1、200cc9 の小型乗用車、ブルーバード、初代、310型系が大成功を収め、続く2代目モデルの410型系はスタイリングが、市場の不評を買ったものの、 小型車市場での地方を確実に固めつつあった。しかし、410型系ブルーバードが 1200cc 以上を主力とするモデルに移行したため、日産には、それより若干小型で 700cc1000cc 級のベーシックカーが空位となった。当時最大のライバルであったトヨタ自動車は、700cc 級のパブリカをエントリーモデルとして市場に送り出し、 一定の成果を収めつつあり、その他の中堅メーカー各社も 700cc1000cc 級の小型車で市場参入を進めていた。日産車内ではこれを危惧し、ダットさんの小型モデルを開発しようとする動きがあったが、当時の日産自動車社長であった川又克次は当初、ブルーバードと同種打ちになりかねないエントリーモデルの開発には消極的でお金のない方は、 ブルーバードの中古をお買いになればよろしいと評する始末であった。開発人は商用車開発などの名目で川又社長を解き伏せようやく小型ベーシックカーの開発にこぎつけた。サニーが大成功したことで川又も部下たちに対しサニーの開発をやっておいて買ったなと反省の弁を残している。サニーは日産の最小排気量クラスを担う。 主力車種として高度経済成長期からバブル経済期までのベストセラーカーとなった。日本の大衆車の中でもトヨタカローラと双壁をなす存在で、その最盛期には CS 戦争とも言われる販売台数の熾烈な争いを繰り広げたことで知られる。ボディタイプは2ドアセダンからスタートし、4ドアセダン、2ドアクーペ、ピックアップトラック、2ドアライトバン、3ドアクーペ、 4ドアライト版、ステーションワゴン、カリフォルニア、3ドアハッチバックなどのバリエーションが存在した。競合車種のカローラ同様に実用性と経済性、信頼性、安心感に優れた大衆車として、市場の地位を長い間保っていたが1990年代中期以降、日産車全体のシェア低迷と小型セダン離れ。 そして度重なるユーザー層の高年齢化などから市場での存在感も次第に希薄となり2004年をもって日本国内での当ブランドの消滅を迎えた。以後そのポジションはティーダ・ラティオ後にラティオと解消三代目シルフィに統合され2016年12月をもってブランド終了が担うこととなった。ピックアップトラック B20 のみ 1967年から1971年。当初は2ドアセダンから先行発売された。大型プレス材を有効に用い、少ない部品点数で組み上げられた、軽量モノコックボディのデザインは、サイズや横置きリーフスプリング仕様の前輪サスペンヨン構造。ともども、1962年、昭和37年に開発されたドイツ、当時の大衆車、オペルカデと、 そのバチエンジニアリング版にあたるイギリスのボックスホール、ビーバーを含むの影が非常に強いものであった。アメリカ資本の欧州メーカー製小型乗用車からの影響は、後輪駆動時代のサニー、カローラ双方において非常に色濃い。ボディタイプは順次追加され、2ドア、4ドアセダンにドアクーペにドアライトバントラックの計5種類のラインナップとなる。また、この初代サニー用に開発された。 直列4気筒の A 型エンジンは、実用上高成績を上げ、その後改良を受けつつ30年にわたって、作り続けられ、傑作エンジンの評価を得た、当初、1000cc ハイカムシャフト、ターンフロー、オフの A10 型。軽量、簡潔で、バランスの良い経済型エンジンであるだけでなく、低回転域の柔軟性と高回転まで軽快に、回ある良好な特性を備え、 レーシングエンジンとしてのチューニングのポテンシャルも高かった。クランクシャフトは当初3ベアリング仕様だったが、後に5ベアリングとなって強化されている。発売されると市場で高成績を収めたものの、続いて発売されたトヨタカローラのデラックスさをアピールする販売戦略の前に後陣を廃止、以後長年にわたる両社の販売競争が勃発することにな。ピックアップトラック。 B120 のみ、1971年から1994年。ボディタイプは2ドア、4ドアセダン、2ドアクーペ、ライトバンの4種類。フロントサスペンションに本格的なマクファーソンストラット式独立喧嘩を採用するとともに、車体はスクエアな形態を保ちつつ若干大型化され、初代モデルの簡素で華奢な印象を払拭した。 1000cc エンジンを搭載していた初代サニーに対し 1100cc エンジンを搭載してプラス 100cc の余裕のコピーを掲げた初代カローラを意識した発売時の広告コピーである隣の車が小さく見えますは良くも悪くもこの時代のメーカーと大衆双方が持っていた上昇志向を象徴するものとして後年まで広く伝えられているエンジンは 直列4気筒ターンフローオフの A12 型 1200cc エンジンで高回転化に適した5ベアリング式へ変更され当初から5ベアリング4気筒ターンフローオフを採用していたカローラの K 型3型エンジンに対抗しそれを量駕することを目指して改良されたさらにはより排気量の大きいエンジン直列4気筒クロスフローオフの T 型エンジン等を 搭載したモデルを追加したカローラにこうするため、ブルーバード1400用の直列4気筒ターンフロー、再知事の L14 型 1400cc エンジンを搭載した上級シリーズのエクセレントを中途追加している。この台にもピックアップトラック型のサニートラック B120 型が設定されたが、このモデルは乗用車系の B110 型生産終了後もマイナーチェンジを繰り返し、 日本国内向けは1994年3月までの23年間、海外向けに至っては2008年9月まで37年間の長きにわたり生産が続けられ、NP200 の発売後に至っても在庫分が併売されていた。後継モデルの B210 型系がピックアップトラック化を考慮していないスタイルであったことが理由であるが、B120 型の設計が優れていたことも、 一員である B120 型系列はサニトラの愛称で広く親しまれている。北米市場では当時の市販車中最良の省燃費車であることが燃費テストによって判明し市場から評価され日産車の販売実績向上に貢献した。日本ではツーリングカーレース TS クラスのベース車としても大きな成功を収めており生産終了後も長期にわたって レースフィールドで競合モデルとしての地位を保ち続けたことでも知られ、110型系の生産終了後、その重量と寸法の増大から、後継の210型系での開発、出走を嫌った多くのユーザーからの請願により、数度のホモロゲーション延長が行われているが、これは車両の進化が早いレースの世界にあっては極めて異例の措置である。レース用にチューニングされた。 A 型エンジンは燃料噴射装置の効果もあり、自然吸気のオフ 1300cc から、その末期には175馬力、約1万 rpm を絞り出しており、何の変哲もない実用向けの原設計からは、想像しがたいほどの驚異的なポテンシャルを見せた。また軽量で運動性が良く、空気抵抗の少ない車体や、球体依然としたリーフ式、サスペンション、リーフスプリングに釣られた。 リジットアクスルながら高いトラクションとコーナリング性能を発揮する足回りなどとの相乗効果で新鋭の DOHC マシンを下す場面もあった。前述の通り210型系では積極的なレース活動は行われていないが310型系のツーリングカーにこの資産は引き継がれている。バンを除き1977年から1981年。 最後の FR 駆動モデルであり、B110 型同様に、TS レースや富士フレッシュマンレースといったカイクラスのレースで活躍した。時代の数勢に合わせて駆動方式を前輪駆動に改め、エンジンも一新。サイチェシーへ行コー、カムシャフトもサニー初のタイミングベルト駆動となる。それまで日本国内でダットさんブランドで販売されていたサニーも、 B11 型へのフルモデルチェンジを機に正式社名を日産サ,サニーへと切り替える。ボディタイプは4ドアセダン、3ドアハッチバッククーペ、5ドアワゴン、カリフォルニア。先代モデルまで存在した2ドアセダンは国内向け廃止。輸出仕様のセントラには継続して設定され、バンは B11 型のコンポーネンツを流用した AD バンとして独立している。 日本国外への輸出ではこれまでのダット3 210から北米のセントラとメキシのツル以外では日産サ,サニーとなった。デザイン、構造において1984年から1990年まで日産でライセンス生産を行っていた VW、サンタナの影響を受け品質、性能度も大きく向上を果たしたモデルである。ボディタイプは4ドアセダン、3ドアハッチバック。 1.3リットル、303、1.5リットル、305、5ドアワゴン、カリフォルニア。4ドアセダンとほぼ同じノッチバックスタイルを持った2、ドアクーペは国内仕様のインナップにはない。さらに、ボディ一体型のウレタンバンパー、上級モデルはカラードバンパーを採用し、直線、平面基調の独特なデザインとなる。B11 後期で一度消滅した、サニーエンブレムが、丸円に、 S, S の文字をモチーフにした形に変わって復活。B13 型前期まで踏襲された。車重はやや増加したが、ボディ構成や品質面を改善した。この台から高調力後半及び、アエンニッケル合金メッキを用いた、防錆鋼後半が用いられるようになった。この点では、デザインともども VW、サンタナの影響が強い。また、サニー発の 4WD は、 パートタイム方式で唯一セダンのみに設定されており、リアサスペンションもリバースエアーム式、ストラットサペンションとなっている。この台からホイールの PCD が 100.0mm になり、12インチホイール &12 インチタイヤを装着した仕様が消滅した。海外でも前作 B11 型、同様、北米はセントラ、メキシコではツルとして販売。アジア圏でも タクシーなどで使われることも多く、香港、マレーシア、インドネシアでもタクシー車として、重されていた。メキシコ仕様、社名、鶴を除き、1990年から1994年、90年代国産車の、すべて、産営書房76ページ参照。B12 型からのキープコンセプトであるが歴代モデルで、最も高品質を追求したのが特徴。 BR ボディは4度アセダンのみ。クーペモデルは、サニーの名を冠せず、NX クーペとなり、エクサの後継としての役割を担う。エンジンは、ガソリンエンジン全車を、DOHC 化。シングルチェーンを用いた上下2段のタイミングチェーンで、カムシャフトを駆動している。1600cc の GA16 で型のみ、同車発にして、サニー発のメカニカル式可変バルブタイミング機構が、 装備されている。サニー発の 1800cc ガソリンエンジンも設定された。グレードは 1.8GTS で専用外装パーツ DOHC16 バルブプレミアムガソリン仕様140ブツバ機の SR18 デ型を搭載。上級グレードであるスーパーサルーン系はエンジンや駆動方式を問わず 8種類用意された外装と内装を自由に組み合わせることができるスーパーセレクション方式を採用。組み合わせにより外観はノーマルのままで内装のみ GT-S インテリアという選択やラグジュアリーインテリアに GT-S ルックという選択も可能であった。またラグジュアリーインテリアとラグジュアリールックを同時選択した場合のみこのクラスとしては極めて珍しい。 電子制御式サスペンションも装着可能であった。このモデルから多くのグレードに油圧式の ABS がメーカーオプション。なお、1.8GTS 以外のグレードで ABS をメーカーオプションで装着するとリアブレーキがディスクブレーキとなる。一部の塗装色に限りメーカーオプションでスーパーファインコート塗装、フッ素樹脂塗装が選択することができた。 4WD は 1500cc 車には、フルオートフルタイム 4WD、ビスカス式、1800cc 車には、アテーサ、ビスカス LSD 付けセンターデフ式、ディーゼル車、あとに追加は、パートタイム 4WD を採用。ディーゼル車はマニュアルのみ。仙台と同じく 1600cc モデルに競技仕様の VR がラインナップされていたが、ラリーの同クラスに、 マーチアールが存在していたために、主力マシンとはなれなかった。1992年、キャロッセが全日本ダートトライアル選手権、キークラスを、サニー 1.8GTS で参戦し、チャンピオンを獲得。以後、ダートラキークラスの主力マシンへとなっていった。ユーザーの若返りや大幅なコストダウンを課題として、開発された。ボディタイプは4はセダンのみ。 ただしクーペモデルのルキノは前期型のみサニールキノの名でも販売されていたホイールベースを延長 B12 型及び B13 型に対して 105mm 延長居住性を向上させ FF 車のリアサスペンションに新開発のマルチリンクビームと呼ばれるアクスルビーム式トーションビームラテラルロッドにスコットラッセルリンク機構を用いて タイチスカッフィング現象を解消しているを採用。4WD システムは、ガソリン車は日産がフルオートフルタイム 4WD と呼ぶ、ビスカス式、ディーゼル車にはビスカス LSD 付けセンターデフ式のアテーサを採用。また、ガソリンエンジンはすべてマルチポイントインジェクション化。直列4気筒 DOHC エンジンの1300、区が 13D 型と1500区が 15D 型を改良して、搭載。 スーパーツーリングには、プレミアムガソリン仕様の 1800ccSR18 18デガタ、または、レギュラーガソリン仕様1600区が16デガタを搭載。ディーゼルエンジン車は 2000cc の CD20 型となった。その後、B14 型登場から4ヶ月後に、1.5EX サルーンをベースに、リーンバーン仕様の1500区が15デガタエンジンに、 乾燥した 1.5CX を追加。1995年1月にはセダンの一部が変更。スーパーサルーン、EX サルーン、CX のグリルをメッキ化し、リアフィニッシャーをボディカラー化。この他、1.5スーパーサルーンの FF 車のフロントディスクブレーキのベンチレーテッドディスクブレーキ化や、タイヤサイズの変更。165SR13175。 70R1382S などが挙げられる。エンジンを SR20 でに換装した B14 型サニーが1994年1995年のオールシーズンと1996年のシーズン途中まで参戦。1995年にマインサーキットで行われた第9戦第2ヒート目でザナビサニーを狩る井田明がジャックスシビックフェリーを狩るハットリナオキとの激闘を 制する。ちなみに、この JTCC レースカーは、その後、東南アジアツーリングカーゾーンチャレン、シートチックに地元チームの手で参戦。現在は、日産のザマ事業所内にあるザマ記念車庫に保管されている。B14 型サニーの JTCC 参戦。記念モデルとして、ニスモでは 1800cc の4ドアセダンをベースに、 ニスモ 180R というロードコンプリートカーを企画。社名は最大出力である180馬力に由来し、走行可能なプロトタイプが1台のみ製作された、市販化はされなかった。エンジンは SR20D 型のファインチューニング版を搭載し、ニスモ正強化サスペンションと15インチアルミホイールに加え、専用エアロパーツをフル装着。 搭載されていたエンジンとトランスミッションは、同年発売のと B14 型ルキノクーペと N15 型のパルサーセリエ及びルキノハッチをベースとしたオーティッチバージアンに SR20 で改良型として搭載され、発売された。ボディタイプは4ドアセダンのみでなおかつ歴代サニーで、唯一派生モデルが存在せず、完全な国内専用車となった。プラットフォームは、 MS プラットフォーム。ただし、ディーゼル車は1999年9月までは B14 型車が併売されていた。開発士官は B14 型に引き続き深い吉尾が担当。エンジンは、新開発の QG13D 型、QG15D 型リーンバーン、レブ、可変バルブリフトタイミング機構付き、ネオ VVL を採用した SR16B 型。 9G18DD 型ネオ DI 直噴ガソリンの4機種6仕様のエンジンが用意されていた。また、歴代サニーとして最初にして最後となるハイパー CVT の搭載モデルが存在した。さらに、ホイールの PCD が B11 型系以前と同じ 114.3mm に戻る。ヘッドランプのバルブは希少な IH-01 系を採用。スポーツグレードである。 1.6VZR には B14 型系、ルキノクーペや N15 型系のパルサー及び、ルキノハッチで採用された青いヘッドカーの 1600cc、ネオ VVL エンジン SR16 ベイ型を搭載。無塩プレミアムガソリン仕様。トランスミッションは5速 MT のみ。エアコンはマニュアルエアコンのみの設定で、スーパーサルーン系に匹敵する快適装備を有する。 312台の少数販売にとどまり、2000年8月に販売終了。社名の由来は太陽光や晴れた天候を表す英単語サニーより、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。